ファスティングマイスターの福井です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はね、ファスティング3日目ということで、3日間も何も食べてないにかかわらず、体がすごく軽いですし、元気です。気力もみなぎって集中力も高いんで、例えば施術であったりとか、事務仕事であったりとか、そういったものもすごく効率よくこなせているように思います。はい。で、体重なんですけど、最初53キロぐらいあったのが今51キロになりました。昨日の晩測ったんですけど、で、51キロって僕高校生、中学校ぐらいの体重だったんですね。もともと僕58から55ぐらいとかを行き来してたんですけど、前回のファスティングで52になって、それをキープしつつ今回51まで今落ちてます。あと2日あるんで、どこまで落ちるかっていうのが楽しみなところです。はい。ということで、今日はファスティング3日目ということで、3日目に体の中で起きていることについて説明します。はい。昨日とついはですね、成長ホルモン、体を若返らせてくれるホルモン、そしてサーチュイン遺伝子、細胞とか遺伝子を修復してくれるものについて説明させていただいたんですけど、今日は、はい、奇跡のホルモン、アディポネクチンということで、このアディポネクチンの説明をしていきます。アディポネクチンなんじゃそれっていうことなんですけど、これ2つの言葉がくっついた言葉なんですよね。で、アディポっていうのは脂肪で、ネクチンっていうのはくっつくっていうことなんですよ。なんで、このアディポネクチンっていうのは脂肪にくっついて流してくれるホルモンっていうふうに考えてもらえれば結構です。で、これを発見されたのは、松沢教授という日本人の方、1996年に発見されたんですけど、最初ね、奇跡のホルモンだ、成人病の治療にとっても有効なホルモンが発見されたっていうふうに話題になりました。成人病っていうとですね、高血圧とか高脂血症とか動脈硬化、糖尿病、メタボリックシンドロームとか、まあ、脂肪が体の中に有り余ってる状態だとか、まあ、もちろん糖も有り余ってる状態ですね。それを流してくれる、吸着して流してくれるホルモンだっていうのですごく話題になりました。例えばこう血管があるとして、だんだんこう脂肪が溜まってくると、こうなんか詰まってくるわけですよ。で、詰まってくると血流が悪くなる。血流が悪くなるから、もっと流せもっと流せってなって高血圧になるんですね。なので、このアディポネクチンがこういった脂肪の塊、いらないものを流してくれて、血管の中がきれいになると通りが良くなって血圧も安定になるよっていう意味になります。で、生活習慣病っていっぱいあるわけなんですけど、この生活習慣病、昔は成人病って言われてました。で、成人病っていうのはだいたい中年頃から、出やすい病気っていう意味です。中年というと、まあ、大体30代40代ぐらいですね。そのぐらいから増え始めて、50代60代って年齢が重なっていくごとに、糖尿病であったりだとか、動脈硬化だったりだとか、どん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 悪い状態になって、それが治っていくのってすごく難しかったんですよね。食べ物で改善するしかないとか、薬を投与するかとかだったんですけど、それがこのホルモンによって改善されるのであれば、もう体の中で発生するものなので、すごく安心安全にこの掃除、血管内の大掃除ができるっていうことになります。アディポネクチン、じゃあしょっちゅうこう体の中に流れてたらみんな健康になるじゃないかっていう話なんですけど、残念ながらね、アディポネクチンは断食3日目以降にしか発生しないんですよね。断食3日目以降ということは、まあ、今の僕なんですけど、ファスティング3日間される方は最後の1日、5日間ファスティングされる方は3、4、5のこの3日間でアディポネクチンが働いて、動脈の中まできれいにしてデトックスしてくれます。そういうホルモンになってます。ね、グロースホルモンとかサーチュイン遺伝子は12時間だったんで、まあ、半日ファスティングって言われるものをしていたら、ある程度は恩恵を預かれたんですけど、アディポネクチンは逆にしっかりとファスティングしないと恩恵に預かることができないものとなっています。で、その分体への健康のね、影響が大きいホルモンになるんで、すごく大事なホルモンになります。
まあ、僕もね、高血圧、高血圧は多分ないと思うんですけど、やっぱり血管の中をきれいにすることで、例えば今は元気やけど、10年後、20年後も健康でいられる、そういった体を作りたいんですよね。そういった体を作ることで、これ僕大事なんですけど、いつまでも美味しいものを食べれる、いつまでもお肉を食べたり、ラーメン食べたり、アイス食べたり、そういうのをしていたいんですよ。そのために今こうやって健康を作っていく。今の健康が10年後、20年後の健康につながっていく。そう考えてファスティングをしています。はい、ということでね、ちょっと最後余談が入ったんですけど、今日はアディポネクチンの話をさせていただきました。ちょっとね、難しいところもあったかもしれないんで、もしよかったら下のコメント欄であったりとか、ホームページのメールフォームから、投稿していただければ対応させていただきます。はい。それではね、今日はこの辺りで動画を終了したいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価していただけるとすごく励みになります。はい。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。失礼します。